はい、どうもお疲れ様です。ポンポタです。ということで今日はまたトレーニング企画です。で今日はジムのトレーナーのケン君にちょっとカメラケン、はい、カメラケンカメラケンということでカメラマンと、今日スクワットね、ちょっと足やろうと思ってるんで、ちょっと後でサポートとかしてもらいながらやっていこうかなと思います。はい、じゃあまたよろしくお願いします。これアップだけやって、までは大丈夫。はい、次80やけど、5回くらいやったらもう100。それ一発ですか。100は一発、100は、まあ、限界まで。69.5 ぐらいということで、しかも筋トレしてない状態、筋トレしてないからやっぱりめっちゃ太ってる。でまたこれからまた筋トレ再開するんで、またマッスルメモリー、マッスルメモリーを僕は証明するんで、何ヶ月で戻るか。でも、詰めてきたら、多分40日ぐらいあったらいけるんちゃうかなと思ったんやけど、割とすぐじゃないね。ということで、これは80キロです100いきます。で今日は池田さんがなんと日本大会で東京に向かって出発してます。やばいね。で、ケン君も来年は JDBF のメンズフィジーク大会出るということで、見てください、これ見てください、このやばい、バルクアップ中です。はい、それはそれでまた楽しみやね。減量が辛い。減量はね、ほんまにそれだけやねんな。そこだけ一番辛い。何が辛い、減量が辛いのみ。もうステージ出たらあとはもうね、3周目だけしかない。
これで忘れる。多分それぐらいの期間空いたら僕もやらなかったくなるかもしれない。そうやろ。だん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 さ、遠ざかっていくんやんか。そうですね。思ってんけど、今まで5年6年言って仕事帰りにずっと通って潰してきた体を6ヶ月から7ヶ月で失いたくない。そうですね、ほんまにそれは大きいです。ずっとねやってきて、そうね、頑張ってここまで。そうなんですよね。たった6ヶ月したら嫌です、うん。で、僕がまあ今日なんで足のトレーニングやってるかって言ったら、ちょっと体重が増えすぎとったから、やっぱり足とかでかい筋肉使ったらめっちゃカロリー消費するんで、そうです、心肺機能もめっちゃ鍛えられるし、なのでちょっとダイエットしたいなっていう人はやっぱり足を鍛えてください。なるべく体のでかい筋肉を鍛えるのが一番体重が落ちます。マッスルメモリー戻ってきてる。まあでもとりあえずはここで止めとく。もうここが、はい、ここはハムストリング乗り切ってます、ね。もうスリソン。ドロップします。デイリー BS か A な。俺50だからね。はい。やっぱりマスタークラスで行ってた。池田さんとかレジェンドってある。マスターがレジェンドに近いですかね。多分団体によって言い方が違うかもしれない。あ、僕も何年出てないんやろ。僕3回大会出たことあります、はい、出ただけです。ちなみにどんな団体ですか。僕が出たのベストボディ。あ、じゃあこれでまたちょっと追い込んで、これで80キロです。さっきの110から、80キロに落としたんで、ここでまた限界に近いところまで行きます。
ひげで。でまた80で、まあ、結構スクワットとか、まあ、ベンチとかでも高重量やったらあのインターバルちょっとぐらい長くても大丈夫です。筋トレは長いことダラダラやっても意味ないんで、まあ、1時間ぐらい濃い内容でやった方がいいです。体って結構脳に支配されとって使わんかったらどんどん衰えていくんですよ。でちょっと今日みたいにまた刺激を与えたら脳がちょっとやばいぞと、このままの筋力じゃあかんぞということで指令出すんでまた大きくなっていきます。足の筋肉って腰周りとか全部つながっとんで、お腹がちょっと出てたりするので多少へっこむんちゃうかなと思います。
また次回もあの筋トレ動画あげるんでよろしくお願いします。じゃあ今回の動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。